はい、どうもデッドバイデイライトをやっていきたいと思います。今回はハントレス買っていきますか。で、今回のハントレスのパーク構成が全部動物っぽい感じのパーク構成で、こんなね、縄張り意識とか猛獣とか使ったことねえよ、こんなまともに。あ、地下入ったはい、何してんだ。まさかハントレスだと思って戻ってきたな。だから今ここら辺とか地下じゃなかった。やっぱ今出たっぽいよね。なんか何してんだ。なんかちょっと待って、結構有効活用しちゃった。しかも驚いて殴っちゃったし。何してんだもう。あ、イベント、あ、でもイベントまだやってんだね。なんか長いと思ったけど。てかルインねえからな、ハンちゃん足遅いよ。おい、ちゃんと板割っときますか。ガタボイ使えんのが多分鹿漁師とズサ肉ぐらいなんだよな。非常にまずいですよ。あ、ちょっと待って、なんだこのラグで。少しだけ構えるのが早いやつ持ってきたけど、どうなんだこれ。影の実ってのが良かったかな。まだ使えるか。お、1台だった。あ、走ったね。何してんだ。さあどっち行く。足遅いよ。何してんだ。マジか、まっすぐ逃げればいいのよ、ハントレスなら。まっすぐっつったらあれだけど、これちょっと戻るか。やべ、ただの徒歩キラーになってる。投げさして、どっち行く。君たちでもこっから動けてないんじゃない。まだ、あ、いいね。あ、おい、マジマジ、そこ助けるっしょ。いいね。なんかすげえ、なんか身を挺したけど、なんか自分から当たりに来てくれる感じね。はい、デビキン見えたけど、デビキンじゃない方痛いんだよな俺。とりあえず2個だとあれだから取るか。はい、助けていいっすよ。こっち側じゃないんだよな多分ね。こっち行ったんだよ、あの2人。あ、なんかいるね、なんかいるね。うわー、スマッチャクッカン、どこやろうな、見えないな。おい、助ける。あ、それはちょっとみんな辛そう。なんかジャンクロさん、君もスマチャクかい。あ、当たんなかった。おい、クロちゃんダメよそんな悪さしちゃ。てかあんな近くでさ回復するのもどうかと思うけど、割っといて。あ、いるねそこ。何してるの、何してるの。ネア、ネアさんじゃねえや、君なんだっけ名前。これで、ちょっと待てよ、ここら辺で回ってくれるのは俺としてはありがたいんだよな。あら、どっか行ったな。俺も別にキャンプしたわけじゃないんだけど、この周りいるんだよね。意外と猛獣が使う。あ、行ったか、死んだね。いや、早々に一人持ってけたのはでかいぞ。さあ、もう直しきってないのか。っていうか、あれか、最近みんなセルフケア持ってこない構成が多いから、あれか、結構楽できるかもな。さあ、指向性があるからハントレスでバレちゃうからね。一人直しきった。ここもついてない。あっちの奥かな？いないね。一応補充しとくか。てか、このハントレスのスキン可愛いんだけど。お、直しきった。てか、複数で直したのかな？もうついてない。ん？
何スクラッチつけてるんすか。あら、なんか訳分からんとこにいたのよ。あれ、あ、なんか血の跡がありますね。何してらっしゃるんですか。見えてますよ、ずさんだから。そこつけてあげよう。これ板もあるぞ。さあ2回目。なんか隠れてないか、みんな。反対側走ったか。いや絶対近くいると思うんだよ、こういう時って。あ、いないな。離れてあげよう。あ、ちょっと待って、いるわ。何してんだもう。お、当たんない。こういう時はね、もうめんどくさかったらね、殴ればいいんですよ。あ、外した外した外した。マジか。おい、来ませんよそんなの。デビキン釣るか、そろそろ。ハントレスもね、別に斧を投げなきゃいけないわけではないから。おい、死体が こっち側で食らったのにまた戻ったぞ。なんだ今のヤバくない動き。死してなお体が動く。で、敵が絶対こっち側、俺が見てる正面の方にいるから、離れるようにして逃げると思うんだよ多分。こっち側とか行くんじゃない。あ、ずさんだからちょっと直すの時間かかってるわけでもないか。これ蹴っとくか。じゃあ、真ん中から来るんじゃない多分。お、爆発させた。なんでだ。いいか、誘いに乗るか。じゃあ見に行こう。すぐ釣るから鹿漁師も腐ってる。やばい。いや、これ戻るか。見つけられる気がしない、ささやきないし。戻ってきたよ。半分まで持ってきたいな。君たちここら辺にいるんじゃないか。いないね。さあもう一段階行った。じゃあ離れますか。あ、いいね。すげえ見やったんだけど。おい、さあ正面逃げます。お、いいね。さあケイトは2回目かこれで。あそこ飛んだ。おい、そこ袋小路でしょ確か。地下まで持ってけ。いや、いいや、ここでいいでーす。はい、さあケイトは少し早めに助けに来ないとダメだぞ。そろそろ君たちでも発電機直さないとハッチも出ないぞ。大丈夫か。あ、行った。耐久失敗かな。てかずさんだけでなんとかやってる感じね。もうついてない。さあ体直しきった。ああ、ここ直そうと思ったのか、メーグ。ダメだよ。お、あ、ちょっと待って。絶対こういただろ、今。あいつ、あいつ忍者だ。やるな。ここで綺麗に足跡が消えてんだけど。まあいい、仕方ねえな。つけさせてやるか、じゃあ。そこの、そこのメグは知らん顔してたろ。さあデビキンさんよね問題は。ああ、そこ突き落としてんのか、悪いやつめ。あれ、なんだこれ、微妙に固まったんだけど。絶対ここら辺でいるんじゃない。あ、いないわ。
どこだろうな。はい。お、上手。もう一回戻ったな。あ、そっち行くのね。さあ、でもメグが一台直すでしょ。お守ってりゃ。お、ダメだった。マジか。逃げるね。もうレリケン、ハントレスきついんだよなーっていうか、今思ったら。多少なりこの窓枠が多いと、つい逃げられちゃうんだよな。引っかかったね、あんた。てか、デッドハードないデビキンとかいるんだな。さあ、鹿猟師をここで存分に生かすんですよ。あ、いた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 。見つけちゃったー。何してるの？これが当たるからな、ハントレスは頭でも。おい、こんな近いとこに来ちゃダメだよ。びっくりしてそう。てか頭に斧当たったら普通に考えて死ぬよな。さあ、ちゃんと鹿猟師行かせました、これで。はい、即死。そこにハッチあったらあなた強運だよ。それだったら逆に逃がしてあげるよ、そこにハッチ湧いたら。もう鹿猟師なの、こんなとこ行ったって。意外と体幹近くに湧く感じすんだよな、ハッチって。ストライクも持ってないしね。優しさの塊か、今回のサバイバー。オッケー、なんとかなったな。この全部動物の顔的な感じのパーク構成で。一応生かせなかったの猛獣だけじゃね。縄張り意識まさか生かせるとは。